このような状況を打破します。次の選挙、野党第一党となり、政府自民党の目を、この我々の苦しい生活、電気代が上がり、ガソリン代が上がり、物価が上がり、でも給料は上がらない、この年金でどうやってやっていくのか、この我々の苦しい生活に向けされる、政権交代可能な状況を作り、政府を選ぶのは我々国民であるという、この当たり前の状況を我々日本維新の会は政府自民党で作ります。そして我々自身も思い出さなければなりません。政府を選ぶのは我々国民の権利です。この権利を行使しなければ、どん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 権利が奪われていく、今の生活に実感しているはずです。この前の私が支部長を務める埼玉中区の投票率は約 55% でした。これをあと 5% 上げて 60% が出てれば、ようやく我々国民が政府を選んだというスタートラインをつける。あと 5% です。選挙権を行使しなければ我々の生活は壊れてきます。選挙権を行使すれば我々の生活は変わります。誰かが選挙に行くだろうとはダメなのに、自ら一票投じ選挙に行かなければ我々の生活は壊れ続けます。選挙に行くことによって日本は変わります。選挙に行くことによって日本は再び強くなります。選挙に行って再び日本を強くしましょう。日本維新の会埼玉中央支部長の近藤ひなたでした。